おはようございます。信州稲谷の玉川の木村です。今日はいつもの養鶏場の周りじゃないとある場所を、に来てます。おとといの夜からこちらの方もかなり珍しく何年かぶりで大雪になりました。まあ大雪といっても長野の北信とかの方みたいに何メーターとか積もるわけではないんですけれど、そうですね、30センチぐらい久々に降りました。去年は雪かきをした記憶がほとんどないぐらい暖冬ということで、ここ数年あまり雪かきをしなかったんですけれど、昨日からもう朝から総出で雪かきをしてました。そうしないと餌のバルク車とかですね、あと卵を取る時のカートが押せなくなったりとか結構大変なので、朝から大忙しでした。まあそんなこともあって、でまた夕べのうちもまたこんなような形でまた10センチから15センチぐらい積もってしまったんで、また、雪をこれから帰ってかかなきゃいけないと思います。でこの場所珍しく来たのはなぜかというとですね、実はですね、昨日の雪で、普段はそんなに雪が積もってもすぐ木とかに積もってもですねさーっと落ちてしまうんですけれど、昨日のは南岸低気圧ということもあってちょっと湿気を多く含んでましたんで、まだ木に雪がしっかり残ってまして、で昨日の夕方ぐらいですね、ちょうどこの辺りを通った時にですね、ものすごく樹氷というか綺麗な風景が久々に見れましたんで、今朝朝早く来てですね撮ったとこです。もう今日は建国記念日の日なんですけど、まだそうですね、通勤の車がだいぶ増えてきたんで迷惑がかからないうちに朝早く起きて撮りに来ました。まあ、そんな形でちょっと寒いので口がよく回りませんけれど、そんな風景もお届けしたいと思います。まああとそうですね、またよかったらいいねボタンとチャンネル登録していただけたら幸いに思います。あとこれから一生懸命雪をかくので、売店の方も安心して来ていただけたらと思います。まあ、コロナウイルスがまだ流行っているみたいですけれど、くれぐれも皆さんお気をつけて、そして足元にはお気をつけてください。それではちょっとざっくりこの辺りの風景をご覧いただいて終わりにしたいと思います。それではまた。